はい、来ました。どうショップ探訪、はい、企画でございます、はい、ありがとうございます。ショップ探訪企画兼、はい、和田くんの社会見学でございます、はい、ありがとうございます。今日はね、この大阪府の、うん、ガレーリサクセスさんに来てます。おガレーリサクセスさんは、うん、何店舗かね、うん、後ほどね、紹介させてもらいますけど、何店舗か構えてまして、はい、そこの外観店、はい、にショールームがありますんで、めちゃくちゃ広くて、うん、ギッチギチに車止まってんねん。そうよ、もうね、マーク X といえばガレーリサクセスさんなんで、まあ、その辺もね、話をね、聞きに行きましょう。はい、レッツゴーカモン。いいですということで、まずね、一発目のご紹介していただくのはこのカローラスポーツ、うん、まあ、詳しいところをね、はい、ちょっとご紹介お願いします。鉄道本店店長の上野原こと幸也店長です。いつもお世話になっております。小指の幸也と申します。小指の幸也、はい、なんそれ新しい名前、なんそれ、そういうのぶっ込まれちゃった今。ハッシュタグ小指の幸也なんすか、なんすかそれ。じゃあもうカロスポイル今そっち掘り下げたいよ。いいのってしょうない。小指の幸也さんにね、はい、ちょっと紹介してもらいますよ。はい、カローラスポーツお願いします。このベースの車がカローラスポーツの GZ ハイブリッド、はい、一番上級モデルですね。こちらのカローラスポーツをカスタムしてるんですが、まずこうぐるりとこうハーフエアロ装着してるんですけども、これがうちのブランドのガレージサクセスで自社ブランドブラッシュというのがあるんですけどね、はい、これのエアロを装着してるんです。あ、これ自社、あ、自社なんですよ。あ、そうなんですよ。へぇ、すごい、はい、塗り分けのさ、あ、そうそうそう、こうですね、はい、かっこいい、かっこいいね、うん、そのままぐるっと今行って、うん、ちょっと後ろとか行きますか、うん、お願いします。はい、このサイドスカートですね、うん、はい、塗り分けして装着してるのもブラッシュで出してるエアロなんです。へぇ、はい、デザインの特徴としてはこう跳ね上げてる横 の、はい、あのフィンなんですけど、はい、スポーティーな形状にするとこういう形状になりました。角度とかも長さとかも結構重ねて重ねて作り出したような形状をして、そうです。いや、ここもそうです、ダックテールですね。めっちゃ全然違和感、こういうラインが綺麗に繋がってるし、はい、俺ダックテール純正やと思ってた。いや、そうやね、あれこんな純正のオプションとかあったのかなと思ったけど、それぐらいちょっとまとまりがいいシンプルなんですね。そうです、自然ついてますね。ブレーキラインがもうね、こう繋がってるんで、多分もうパッと見分からないですね。全然分からないんだ、はい、逆に白車体とかだったら黒とかでも全然多分かっこよくなると思うんですけど、あ、はい、あ、そういうことか。あえてこっちは同色にしてます。いや、もうてっきり僕、ガレージサクセスさんって、はい、マーク X 専門店さんやと思ってたんですよ、うん、まさかの、うん、カローラスポーツ。ああ、そうやね、俺も初めて知りました。っていうのが、まあ、マーク X も、もうぶっちゃけた話、結構こうね、年数が経ってきてて、そう、はい、そうなんですよ。中古車市場とかの話になると、結構少なくはやっぱりなってきてるんですよ。そういうところで次、どんな車がいいかってなった時に、結構みんなこうカローラスポーツ最近かっこいいよねっていう話があったんで、じゃあそれでちょっと1台作ってみようかっていうので、エアロから開発して、デモカーもね、あのカローラスポーツあるんですけど、ちょっと作ってみたって感じです。あ、これはデモカーではないんですか？デモカーじゃないんですよ。あ、そうなんですか、はい、また別でデモカーがあります。あ、これだから販売するやつ。そうです。へぇ、なんならもうご制約が前日決まってしまって。あ、前日に。それは決まる。すごいな。それは決まると思うわ、はい、今回あの本店の方からもう自走ができないんで積載車でご用意しました。あ、制約が決まってるから自走できないのか。そうなんです。はい、何かあったらもうダメなんで。すいません、ありがとうございます。いやいや、もう結構待ってもでしたよ。あれびっくりしても、今回待ってもでしたよ。今さらっと、さらっと終わろうと思ったの今。まあ、だからさ、小指っていう話を出したがさ、暴力がすごい会社の人なんかなと思ってしまう。こっちの方な。そう、いや、あるんです、大丈夫でですよ、タイヤとホイールですよ。いや、そうです、はい、いや、足回りもじっくり紹介したかったんで、はい、はい、お願いします、はい、足回りは、うん、都庁で、まあ、ローダウンして、で、このワークさんのね、エモーションの GR10 2ピース。 GR10 っていうんですか、みんな、うん、もう僕らも ZR10 ってこう言ってたんですけど、ダサい言い方なんですか。それね、あれでしょ、御社のワークの担当営業が勝手にそう言ってるからでしょ。GR10 ですよ。この辺出るんですかね。ダサいわ。GR10 ね、GR10 2ピース、はい、GR10 2P、はい、ブラックね、のディスクの18インチを採用して取り付けしてます。ド忘れした。わー、ド忘れしたな。読みよう、ジェシー、ごめん。GR10 2P のデザイナーって誰やったっけ。ああ、そうか。かっこいい、こんなデザイン考える。知るな。いや、僕もこの今出てるもん。え、これ出てるやん、もう。あれ、はい、
はいはい、大嫌い嫌い。ちょっともう心の底から嫌いになってきてるもんな、え和田くんのこと自分から振っといて、ごめんやで、仕事やから仕事やから、うわぁきついなぁでも実際そうなんですか、和田さんがデザインしたんですか。あ、これでも実際はい、僕やりました、すごいですね、幅広いんですか、そのエモーションは和田さん担当とかっていうのもあるんですか。ぶっちゃけた話、もうこのブランドはあなたの絵は決まってないんですよ。ああ、そうなんですね。その時々でやるのもあれば、まあ前回やったやつをやるのも、このブランドは決まってないとかって今言い方してでしょ、遠回しに俺が描いたやつは全部かっこいいいやいやいや、もうやりにくいな、今日実際決まってなくて、こう何個か案が出て、だから他にデザイナーもいてて、そのワークエモーションとか書いてることもあると思うんですけど、ただただ小田君のやつが一番かっこいいから採用されてるだけです。あ、なんかあれですね、ズボズボなんですか、なんかその内部の、いや、えらいズボズボ、なんかちょっと怪しいですよね。いや、ズボズボじゃないですよ、ただただ小田君がかっこいいが、いやですな。これえ、もしかして前後ディープですか。前後ディープ。そうですね。99半とか。うん。すごい。で、車庫長ですもんね。車庫長です。車庫長はどちらの、いつもご利益にいただいてる店員さん。あ、店員さん。店員と結構ズブズブなんですよ。ズブズブ言う。あの、そのマーク X の時とかももう全部店員さんお世話になってて。あ、そうなんですか。カラースポーツの方も店員さん入れさせてもらってます。へぇ、まあ、乗り心地に定評があるんで、あんま有名ですもんね。そうなんですよ、僕エアサスやと思ってました。そうなんですよ、ほらエアサスや思うよな、もう低いかな。ありがとうございます。いえいえ、次の車行きますか。はい、アルファード行きましょう。隣の、はい、続きまして、はい、アルファードでございます。アルファード、じっくりとね、お話聞かせていただきたいので、はい、自己紹介お願いします。あ、高槻店店長、ティグンです、お願いします。すごいよね、そのサクセスさんは店舗数があるから、うん、店舗で販売してる車種が違うってこと、うん、うちはミニバンとか、まあ、大きい車、アルファードとかノアボクシーとか、まあ、ファミリーカーそういった層に、まあ、当たるような車を置いてます。へえ、これも、赤車で持ってきたアルファード。もう制約済み。まだです。あ、まだ、はい、でも綺麗だわ。え、エアサスですか。エアサス、イデアルさんのエアサスが入ってます。リモコンでピーピーってシュッと、あ、そうなの、パッとできちゃうような便利です、ね、エアサスは便利ですからね。エアサスは楽楽楽、めっちゃ楽で、これもしかしてこのエアロも、このアバンツァーレさんのエアロをフロントサイドリアと装着されてる。へぇー、あとはもうホイールはいもうイチャドガス200024年のね、新製品で、うんうん、まあ、オートサロンとかオートメッセの、ね、うん、動画を見ていただいた方分かると思うんですけども、はい、このインチになってくると似合うよね。似合う、似合う、めちゃめちゃ大きい、うんうん、だから21でしょ、うんうん、いやもうアルファードは21ですよね、うん、これあの後ろ見てよ、後ろトランスグレーポリッシュです。すごいね、寝てる、なんかもう寝ちゃってます。あー、もう折れてんちゃうんかよ、これだからこれがエアサスのできる技ですもんね。40アルファードベルファイアが出ましたけど、うん、30も全然古くないし、いや、そうそうそう、根強い人気ですね、やっぱり。いまだにやっぱりまだ売れ筋ですか。売れ筋です。テールも変わってるんですか。テールも変わってますね。LED ですよね。はい、ほんまや、フル LED やね。フル LED、 いや、それで言うとここも変わってる、うん、色も多分合わせてるの、赤にエンブレムの、ね、中のテールも低いわ、低っ。あ、何やな、ワドメディアのマフラーガンってなるやつやね。当たる当たるえ、マフラームだから変わってるんですか。マフラーも変わってますね。へぇ、HKS 普通アルファードこんな低くないか。アルファードの車高段見すぎて、もうアルファードの標準車高がこれみたいなとこない。それは俺らの職業病やと思う。ノーマルで乗ってたらまだまだやなと思ってしまうんだ。違うね、僕はアルファードのノーマル見たら上げ金やと思ってしまう。あ、もうそう、逆にそう、完全に洗脳されたんで、シャコタン見すぎてる、病気です。病気です、ベタベタのやつばっかり見てるからね。まあ、これも販売されてるところですよね、はい、じゃあ高槻店で、はいはい、これちなみに今おいくらで値段出てるんですか。480万円です。安い、え、安くないですか。どうするの。じゃあね、詳しくはね、グー、河川さん、はい、両方乗ってます。はい、乗ってるんで見てください。ぜひお願いします。では、次の車行きましょうか。はい、
では車両紹介、はい、最後でございます。ガレーサクセスさんといえば、うん、マーク X でございます。いやもう、うん、大本命ですよね、はい、僕そのイメージでしたから。だからサクセスさんはもうマーク X のイメージ。そう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 、みんなそうやと思う。めちゃめちゃ見るもん、もうあの街中で。うん、車の紹介してもらいたいんで、はい、自己紹介からよろしくお願いします。ガレージサクセスの大阪外観店の店長の、せっかちくんです。どこがせっかちなの？どういうこと？いや、僕だけなんかせっかちみたいで、みんなにそう言われるんで。あ、そうなんすか。せっかちくん、よろしくお願いします。お願いします。ではちょっとね、車、はい、ここ見てよってとこあればよろしくお願いします。まずあれですかね、バンパーですかね。うん、これブラッシュのうちのバンパーになってます。もうフルで。フルバンパータイプですね。へー、これ、ここは別体ですか？あ、一緒です。一体で、一体なんですか？塗り分けでそうなってる感じですね。すごい。あ、これもだから塗り分けられてるんですね。ですね、はい。ちょっとこう、カムリ感がある。いや、違うかな。あ、でも、確かにグリル入ったらカムリが見えんで。あ、そうやぞ。見える見える。かっこいい、こんなやつ、うん、グリルもうちのやつで、ヘッドライトもうちのやつです。え、ヘッドライトちゃうんですか、これ。そうです。このブラッシュから出てる自社商品になるんで、ここにちゃんと刻印入ってて。ほんまや。そのブラッシュブランドでマーク X のエアロっていうのは何種類あるんですか？あ、1種類ですね。この1種類になります。フルバンパータイプの、このサイド、リア、前、グリル。ヘッドライトまで作るんすか？ちゃんと車検対応のヘッドライトになってます。いやもうほんまにさっきも小田くんちょろっと言ったけどさ、うん、ガレージサクセス仕様のマーク X 多すぎんねん。めっちゃ見る、めっちゃ見る、めっちゃ見んねん。いやっていうかもう、あの東大阪走ってるマーク X 多分全部サクセスなんだ。それ言い出したら大阪南部もやって。あ、そう、大阪南部も多いね。あ、そう、大げさな話、うん、土日ショッピングモールで1回は絶対見る。あ、見る。全国に納車させていただいてるんで。すごいっすね、はい、よう言うやん、あの京都のさ、はい、河原町で石投げたら学生になったろって言うやん。ああ、そんな感じやな、うん、多分この辺に石投げたらどっかのマーク X は多分サクセスさんのマーク X。 間違いない。結構な台数販売されたんじゃないですか？結構な台数販売してます。ミリオンセラーやな。もう今時ミリオンなんて難しいって言われてるんだよ。多分な、トヨタ自動車よりマーク X 売ってるで。ああ、分かる。多分それあるかもしれない。売って、絶対売ってるの。その辺のトヨタディーラーより多分売ってるかもしれない。売ってる売ってる売ってる。な、続きまして、サイドステップもこれブラシから出てるサイドステップで、うん、130マーク X の専用のサイドステップになってます。で、塗り分けで上側を黒く塗って、横側を白く塗らせてもらって、まあちょっと低く見えるような塗り分けですね。あ、そういうことか。はい、へぇー。低いな、でも。エリアがこれも、いわゆるブラシの内から出てフルバンパーのリアバンパーですね。あ、これもフルバンパー、はい、で塗り分けでディフューザーの部分が黒くなってるような感じになります。あ、ほんまや。はい、この前回これテールランプじゃないですか、もしかして。あ、そうですね、テールランプもうちが販売させてもらってるスモークのテールランプですね。めっちゃ便利。で、マフラーもです。マフラーもやってるんですか？いや、だからこんな言い方したらあるけど、もうあんまり新鮮味もないねん。そう、だからもう多すぎてる、もう見てるから知ってんねん、うん、でもな、俺あれやね、街中でよう見てたやん。あ、やっとちょっと本家に来れたなみたいな。あー、なるほどな。大元、そうそうそう、大元に来たみたいな。ここへ、ここっていう。いや、ホイールですよ。はい、シュバーとこれブルネンですよ。うん、大元さん、乙女性言いたい人分かりますけどですよ。ハッシュタグしまむらイズムでございます。このシュバートブランドっていうのは本当にこういうね、セダンに合うように作られてるんで、うん、もうそれはドンピシャですよ。19インチで、めちゃめちゃ、はい、めちゃめちゃ似合ってますやん、うん、これ、はい、車高調ですか？これも、さっきのカロラスポーツと同じ店員さんで、はい、え、こんなに低くできるんですか？そうですね、そういう仕様なんだ。それはなんかサクセスさんオリジナル仕様みたいな。オリジナルも一応出してるんですけど、これはもう普通の店員さんで、うん、ここまで被るんや、はい、きます。こうワークの YouTube 見てる方でもしかしたら若い年代の人がいたら、本当にこのマーク X って買いやすい値段やと思うんですよ、うん、ホイールとねセットでワークの新商品つけれるし、かつかっこいいマーク X 乗れるんで、もうね、サクセスさんにぜひね、はい、行っていただければ、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では中行きましょうか。レッツゴーカモン。イライラする。はい、ではね、こうショールームの中にも、うん、ここに車が展示されてまして、うん、これは210クラブですかね。お、ね、シュバートブルネンのブリリアントシルバーブラック。はい、めっちゃ似合ってますね。めっちゃ似合ってる。しかもめちゃくちゃ広くて綺麗な、うん、ここいろんなね、オイルも展示されてまして、このガレンサクセスさんのオリジナルのこのブラッシュっていうホイールは、うん、はい、ワーク製でして、
ワークがこう、うん、OEM として作ってる商品なんで、はい、まだ、そっちの方はね、うん、ガレージサクセさんの YouTube で、うん、まあ、ちょっと詳しくお話をさせてもらおうかなと思っています。はい、まあ広くて綺麗なこの外観点、うん、すごいですね。ガラス張りやからね、天井高いな、怖いな、俺さ、いや、見てんの、正直見てんの怖いのよということで、ね、はい、ショップ訪問という形でね、今回はガレージサクセさんやってきましたけども、うん、どうでした？いや、もうずっとここ生活圏なんで、どういうこと生活圏？通ってたんですよ、この前の道、プライベートね、2人と家の中に、うん、もう4があるから来た、今回の、うん、あのガレージサクセスさんに来たきっかけっていうの、言うのはガレージサクセスさんからギャング訪問。おー、ついに、いや、もうだから俺以外やいがそのマーク X 専門店さんと思ってたんで、2番アルファードからカロー、あ、そうそう、その店舗別で販売してる車種を分けて反応にはびっくりした、うん、そうよね、昔のあれやろ、ホンダプリもホンダベルノみたいなもんや、そう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 、いや、もうだからすごい多角的にされてる、インテグラタイプ R はベルノやったからね、好きやな、うん、ね、ぜひ皆さん、マーク X に限らず、うん、お車は、そうですね、ね、いろんな車種、カスタムまでのご相談を、うん、このまま、サクセスさんでね、うん、大サクセスにやってるので、皆さん、ぜひね、はい、来てみてはどうでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。